加納久郎8月1日昭和38年2月21日は日本の銀行家、政治家、死者区、千葉県市宮町出身、元千葉県知事、元国際決済銀行取締役、副会長、父は最後のカ佐国一の宮藩主であった加納久ー筆先、1886年8月1日、死者区、加納久ー筆先、ふ子の次男として、 東京府小石川の指定に生まれる。兄、久本は養成していたため、事実上の着難であった。1894年、県知事に任命された父に従い、鹿児島県に移り、その後現地に赴任してきた、アメリカ・オランダ改革協会選挙スピークから英語と、キリスト教を弟の久乗と共に学ぶ。1900年、久木が鹿児島県知事の業務を実施して一家は、 東京へ戻り、父が設立に関わった学習院中等科へ編入した。学習院在学中、内村勘蔵の訓導を受ける。1909年、東京帝国大学法科大学政治学科に入学。在学中に青年会を創設して、一宮町長となり、農村青年の研修に尽力していた父、日崎を補佐する。 家族でありながら、これからの日本と題した政府批判本を発行し、発禁処分を受ける。これに対し、片山線から驚きと感激の手紙を寄せられている。定大卒業後は、父の調整業務を1年間手伝った後、国際交わせ銀行として、日本の貿易金融を1.2になっていた横浜商金銀行へ入港。ニューヨークやロンドン不妊時に、 都市での高層住宅での暮らしや田園都市構想に接する。ロンドンにて、州英大使、吉田茂の進行を終え、日英経済人の交流、対話に尽力し、牧野信明、近衛文丸、木戸光一、原田熊浦軍の応募に批判的な家族グループと連絡を取り合った。ロンドン支店支配人となって、国際決済銀行理事会副会長にも就任。 取締役として、同行北市最高責任者として、経済情勢分析などにあたる一方、木戸光一に、小解析政権の真意や、国民党と共産軍の意図など、現地の政治情勢を報告する。政府要人に対して、非戦を主張したため、一時帰国時には、監視がつけられた。金を借りておいて、戦争になるから、 利息を支払わないでは通らないと、東条政権の指示を拒絶して、第二次世界大戦中も日本国債の利払いを継続し、戦後の日本の信用力確保に寄与した。その後、香港占領に対するイーデン外務大臣の避難演説に公開上で反論し、拘束されて後に帰国。北京で終戦を迎え、戦後の混乱の収集に尽力した。公職追放解除後は、 GHQ と在会の連絡役として活躍し、ドッジライン実施に際しては、ジョゼフ・ドッジに意見表明と情報提供を行う。国際文化振興会会長等を経て、三木武義の推薦により1955年日本、住宅公団初代総裁に就任。ステンレス流し、シリンダー状など住宅部品の導入を発案、普及のために尽力するなど多大な功績を残した。 1958年、東京湾の埋め立て開発を提唱。農林省出身の柴田は、千葉県を開発する気がないと現職の柴田等の、追い落としを図る川島章二郎や水田美木おらを、はじめとする自民党や財界の推挙により、1962年、千葉県知事選挙に出馬し当選するが、在任1頭0で急成。開発政策は、 小野武人知事に引き継がれた。金文字会の有力メンバーで、複雑ネアリを相手に論戦したり、県庁内の応接室を応接間と表記させるなど、実行に熱心であった。加納氏は、三河国カノ村発祥である。明確でないが、藤原氏抜竜とされている。ただし、父、岬は、養子として加納家に迎えられている。三代前の加納家当主。 加納久明も読みが久明であったため、家中の者は日差し印を、九長九郎を、九郎と読み分けていた。ありがとうございます。